ガスパンクって言います。名前だけでも覚えていただければ幸いです。ってことで今回はソーブレーズ使っていきたいんですけども、敵でこの方が現れてめちゃめちゃ強いなと思って丸パクリしたんですけど、テラスタルタイプを草にして、特性もらえびなんで、弱点やけど炎は効かへんよっていう構築にしてるんですけども、このもらえびによって火傷にもなりません。そして、草テラス切ることで、キノコの方針にもならないので強いんではないかと思い選択させていただきました。努力値なんですけども、HP 防御ぶっぱでやってます。はい。ということで試合をやったので見てください。ロトムからか。ボルチェンやろ、さすがに。ツモ、ここは。強気に。うん、そやな。いや、でも結構食らうな。あ、ウェーニバル来た。これ、釣れんちゃうかな？ビルドアップ積んどいて、テラバ行こう。テラバ撃とう。オッケー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 。耐える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 。ビビってるよな、お前な。え？草テラス？ってビビってるよな、今、お前。位置積みしてんねんから。オッケー、ナイス、勝った。テラバースト決めろー。あー、位置耐えるんや。タスキか。オッケー、ナイス、危ねえ。危なー、こいつ、控えへんタイプや。あ、ウルガモスはマジ鬱陶しい。うわ、ウルガモスこれどうしよう。胸の剣から入るか。耐えろ。うわー、無理かー。そんな食らわん。やばい、特殊しかおらへん、しかも。物理もおらへん。耐えろよ。危ない。プレイヤーソングずっと打っとったら大丈夫。迷ってんな。おー、普通に打ってくる。オッケー。クリアソング打って、ああ、だいぶ入った。うわ、こいつ積んできよった。お前それ、耐える？抜け。やばい、抜け。まずい。え、でもお前それ、しても天然が意味ないわ。そういえば。関係なかったわ、それ。よかった、ありがとう。これさ、今どんだけ上がっとん？ 3 段階上がったんやろ？どっちが食らう？さすがにこっちか。特防下げる場合もあるし、こっちやな。いや、これ、耐える。ナイス。うわ、結構耐える。思ったより。もう一発耐えんな、これ。うわ、強ーし。あー、食べ残し、ナイス。もう 100% 耐えるじゃ。ワンチャン耐えんかなと思ったけど、変なことせんかな、いける。あ、耐えるわ。絶対耐えるわ。オッケー。で、シャドーボールです。私はシャドーボールを打ちました。よし、ナイスー。